砂漠のアバリティア完了。よいしょ、クエストクリア。あーでもまだレベル上がんないか。5万も経験値もらったんだけどな。はい、じゃあどうしようかな。時間的にこれくらいでいけてんのかな。もうちょっとやっとくか。ちょっと怪しいかもしんない。このサークルは、あ、そうだ、さっきも見たっけ、キャラクターキークエスト。じゃあ、歌姫の公園見るところまでやりますかね。団長夫人、はい。では皆さんお揃いで、まもなくジルベット旅一座が誇る歌姫の登場だよ。さあさあ、ぜひ見ていってください。まあ、歌で言ったらうちのね、フェステさんも負けてないことが先ほど分かりましたけどね。メインクエスト 一座の歌姫、砂漠の入り口で出会った歌姫シャルロット、彼女が所属するジルベット旅一座の公演が始まるようだ。エイリンゼも楽しみにしていたし、アインレインも見たがっている。シャルロットのとの約束もある。みんなで公演を見に行こう。はい、じゃあ見ましょう。ちょっと楽しみですね。さあ次は我が一座でも人気急上昇中の歌姫、シャルロット女王です。あれは旅の装いとかじゃなくて舞台に出る時もそういう格好なんだ。お、ファンサありがとうファンサしてくれたぞ。やったぜ。押していこう、シャルロット。いいですね。あ、いいですねいいですね。こんなんサムネ確定やな。なんだ、また絶妙のタイミングで来ますね。逃げろ、狙いはお主じゃ。ミハルくん守るんだ。ここで颯爽と。というわけにはいかないか。あの子を助けて、助けなきゃダメ、お願い。アインレイン様、あの子が何か、まさか神託ですか。違う、今回は違うの。わからないけど、まあ、神託があってもなくても助けた方がいいよはい、急げ、あやつら町の外へ行ったようだぞ。まだ歌姫の歌聞けてないんで、聞かないと。よいしょ、じゃあもう早速助けに行きましょう。よいしょ、ここか、着いた。ずいぶん遠くまで来たな。見てくれ、ここだぜちょ、ねえ、多分街どの辺だろう。この辺、この画面の右端からずっと来たんじゃない？走ってきたような気がするんですけど。めちゃくちゃ遠くまで逃げたな、あいつら。じゃあ、無法者の砂だまり、クリア条件。選別か。30か。もう29いけたから。適正バトルスコアちょっと上だな。じゃあ、これもちょろっとだけやってみましょうか。はい。ダメだったらまたレベル上げをして挑戦するということで頑張ってみましょう。お、なんだっけ、カーベインだっけ。どうしてあいつがここに。てかそんな槍みたいな武器あるんだ、この世界。師匠、どうも師匠です。そういえば師匠だったな。そっちは任せた。はい弟子がいるとなるとちょっと負けらんねえな。ああ、5レベル上のこいつら倒せるか。人間強いんだよね。一撃がやっぱ強い、一撃が強い。
と待って、一撃が強いぞ。待って死んじゃった。あーやっぱきついか、さすがにきついかも。とりあえず弓から倒すけどきついかもな。めちゃくちゃ逃げるんだけどこいつら。まあ遠距離のやつはそれは距離を取ろうとするか。いやーまあまあ死にそうだな。ちょっと回復薬使えるまで粘ろう。とりあえず弓は大体よいしょ。まだいたか。よいしょ。じゃあ弓から倒す。よっしゃギリギリ倒せた。いやー意外といけるもんだな。早々に1回死んだ時はさすがにやばいかと思ったんだけど。さすが師匠、見事な戦いぶりです。カーフィンさんは別のところで戦ってたのかな。まさかこんなところで師匠に会えるなんて思わなかったな。いやこっちも思ってなかったよ。君はなぜ狙われているんだ。私の方が聞きたいわよ。なんで厄介のファンですかね。厄介すぎるけどな。あなたは音なき都にいた。あの時の確か俺の手当てをしてくれたような。ティリスです。お元気そうで何より。町の方は大丈夫です。混乱も収まりました。よかった。途中で倒れていた一座の人も町に運びました。あの程度の怪我なら問題ないでしょう。よかった。俺たちもサラムザートに行こう。この周辺にまだこいつらの仲間がいるかもしれない。で、なんで本当にカーベインはこんなところにいるんだい？これは？あ、それ俺のです。いつの間に落としたんだ？つかぬことをお聞きしますが、これをどこで？え？あ、これは母親を連れ去った奴らの手がかりなんだ。母親を連れ去った。俺が小さい頃に母は奇妙な集団にさらわれた。その時奴らがこれを落としたんだ。何かの手がかりになるかとずっと思っているんだが、刻まれた紋章の意味も何も分からずじまいで。ぶしつけな質問をしてしまい申し訳ありません。いや拾ってくれてありがとう。助かった。行こうか師匠。グズグズしてたら他の敵が出てきそうだ。どうしてあれがこの時代に。何かの手がかり。もうなんかそういう伏線多すぎて何が何だか分かんなくなってきたよ。いや2章が終わる頃にはね、割とつながってくるのだろうか。ちょっとストーリーを進めるのが楽しみになってきましたね。はい、一生戻ってきましたよ、ということで。じゃあ、これで話してクエストクリアかな。団長、戻ってきましたよ。おお、
シャール無事だったか。この人たちが助けてくれたの。ところでみんなは大丈夫？まあ大怪我したやつはいないが、まあそれなりにな。でもみんな体は丈夫だからすぐに良くなるさ。あの人たち私を狙っていたのよね。私のせいで狙われる心当たりは何かあるのかな。変に背負い込むな。一座は家族なんだ。家族を守るのは当然のことさ。いいこと言うね。さあ少し休みなさい。いろいろあって疲れただろう。うん。私みんなのところへ戻るね。俺は後で必ずするから。うん。師匠も休んだ方がいい。疲労は旅の敵だからな。さて俺も友人と合流しなくては。それじゃあ失礼します、師匠。そうじゃな。カーベインの言う通り、わしらも一休みするとするか。確か休憩所があったな。そこへ行こうぞ。休憩所。なるほどね。まだクエストクリアじゃないのか。じゃあ休憩所まで行きますか。どちらですか、ルートガイドさん、教えてください。このね、クエスト、一連のクエストが完了になったら動画終わろうかなと思っているんですけれど、ここか。よいしょ、お邪魔します。じゃあ休憩所で一休みでもしましょうか。うん、ここなら十分に休めそうじゃな。ああ眠い。わしもさすがに限界じゃ。かわいいな。お主も寝るがいい。眠れるときに眠っておくのが旅のコツじゃて。寝るの早いな。ちゃんと横になって寝た方がいいですよ。お？これはさらわれた時の記憶か？さっきのカーベインのお母さんがさらわれた時の記憶かな？お、シャルロット。そんなそっと置いていかなくても。さすがフェステ様も起きていらっしゃいましたか。これっぽっちの霊じゃ足らんぞ。どこに行くつもりじゃ。あいつらの仲間がまだいるかもしれんぞ。だからよ、私がいたらみんなを巻き込んでしまう。だからあいつらが何なのかはっきりと分かるまでどこかに身を隠すわ。どこに？どこかってどこじゃ。それにあいつらの正体を探る当てはあるのか。それは身を隠すならいい場所がある。カーベイン、お主、なんでアインレインと。友達。友達？もともとここにはアインレインともう一人の友人に会うため。友達なんだ。神託の巫女と友達なんだ。ちょっと予定を変更する必要があって、俺も少し身を隠す必要があるんだが、どうせなら一緒に行かないか。え？彼女が君を助けてやれって言って聞かないんだ。どうして。私にもわからないけれど、あなたが気になるから。アインレインが隠れ家を提供してくれた。そこでなら落ち着いて考えることもできるだろう。まあこの辺モンスターも強いからね。信用していいと思うぞ。なんせアインレインは神託の巫女じゃし。神託の巫女様、この子が。それとカーベインは広告の騎士だから。なんと。やっぱりか。今の聞いたか、下僕。黙っていてすまない師匠。ちょっと分けありで。彼女の言うように俺はバーンハルト騎士団のものだ。今は休暇中だが、どうだろう、俺と行く気はあるか。なんだかよくわからないけど、とりあえず今はよろしくお願いします。ああ承知した。ちょっとラブコメの波動が。アインレイン師匠。彼女は俺が騎士の名にかけて守ろう。お、フラグを立てていきますね。本当に一人で大丈夫か。協力してもらう。ああなるほど、それなら俺も安心だ。では師匠、またどこかで。何度も助けてくれてありがとう。この借りはいつかちゃんと返すから。いやいいな、
カーベインとシャルロットのコンビめちゃくちゃいいじゃん。押せるじゃん。バーンハルト王国の騎士団長ダンケルク。そして騎士団員だが訳ありのカーベインか。何やら気な臭いが。うんうんうん、お願いがあります。後で広場まで来て。はい。はい、ということで一座の歌姫完了ですね。称号シャルロットのファンをゲットしましたよ。いいね。今ちなみに称号は下僕の先輩なんですけれども、はい、そういえばそれの話してなかったね。2章始まってからね、1章は下僕でやらせてもらってたんで、やっぱ2章になったからね、下僕の先輩を名乗っていかないといけないかなということで、名乗っているんですけれども、いやいやいや、いろいろな登場人物がいろいろと交流してまた去っていってみたいな感じでね、怒涛の展開ですね。2章もね、まだ出てきていないヨルクというね登場人物も何者なのか気になりますけれども、はい、とりあえず今日のところはこの辺で一旦終わりたいと思います。お疲れ様でした。またよろしくお願いします。ありがとうございました。ゲーム実況あるある、編集したら微妙に尺が足りないということでね、はい、編集を終えてみたらですね、まあ、戦闘シーンとかね、移動シーンとかね、まあ、いろいろやっぱ含みますので、尺が足りないということになりましてですね、急遽撮っておりますということで、この動画後半はですね、キーキャラクタークエストをね、やっていきたいなと思っております。で、キーキャラクタークエストね、複数出ておりまして、実はね、すぐ近くここにもあるんですけど、で、ここのやつはね、エイリンゼとティリスのね、まあ、キーキャラクタークエストっぽいんですけど、まあ、一旦ここは置いておきまして、このね、コイン亭の裏手にですね、ひっそりとね、クエストが出てるんですけど、これがね、前々からピンをつけていたやつで、コイン亭亭主の秘密ってやつですね、ですので、こっちからねやっていこうかなと、はい、思っています。はい、コイン亭亭主の秘密。コイン亭亭主から本来は別のやつに頼むはずだったという訳ありの仕事を任された。多少の危険は覚悟しておいた方が良さそうだということで、何やら本当はね、我々に頼むはずじゃないちょっと危険なクエストがねあるということなんで、どういったお話になるのか見ていきたいと思います。いやー、コイン亭亭主もね、なんだかんだお世話になってますから、何ですかこれは。旅の記憶が蘇る。旅の記憶なんだ、回想系か、なんだ旅の記憶って。ふう、お前らなんでこんなところに。ああ、裏から出て休憩をしてるんですね、コイン亭亭主もね。コイン亭ってさ、ワンオペなのかな。ね、亭主以外見たことないけど、ワンオペですか。なかなか大変ですね。よいしょ。どこにいようが勝手じゃろ。なんじゃ難しい顔をしよって、料理でも失敗したか。日常茶飯事だと困るだろ。やっぱワンオペなのかな、ね、料理から何から全てでこの亭主がやってんすかね。やれやれ、それ開き直ってはいかんじゃろう。そうですね、こいつらなら大丈夫か。ん、何ですか。うん、依頼をさせてくれ。こいつをラルパルにいる冒険者に渡してほしい。ラルパルね、はい。本来なら別のやつに頼むはずだったんだがな、どうやら来られなくなったらしい。手紙、それはヤバい物か。やばい物のやり取りのやつ前も見ましたけどね、はい、あ、相当にやばい物だぜ、はい。まあ、前回は激辛なね、なんか食べ物みたいな感じ、あれ香辛料だったっけ、だったかなという気がするんですけど、まあ、そのシリーズですかね。こいつの中身を知ったら決して後戻りはできない、そういう類のやつだ。ほう、なんじゃいつもと違って迫力あるの。もう今回笑ってないですからね、真面目な顔してますから、はい、相当にやばいんでしょうね。あ、多少危険な目に遭うかもしれん。それでも引き受けてくれるか？お、このヤバい物を狙ってなんか襲ってきたりとかするんですかね。引き受けるよ。お、なんか、みはるくんこういうとこかっこいいよな。即断即決というかさ、何の迷いもなく、ね、引き受けていくスタイル。かっこいい！そうか、悪いな。礼はきちんとさせてもらう。
渡す相手はコインの裏側から、渡す相手にはコインの裏側からと声をかけてくれ。それで通じるはずだ。お、合言葉なんてあるんですね。じゃあ本当にやばい取引なんじゃない？ほほう、何やれ秘密めいておるの。一切の詮索は無用で頼む。無事に依頼を達成したら詳細を話してやるよ。ほう。うん、まあ礼をくれるならいい。それにお主とわしらの仲じゃしな。そうですね、ついこの間もね、あの保証人になってもらったばっかりですからはい、もうこれそんなね、いろいろ恩を受けているにもかかわらず、ちゃんとね、あのこういうなんか冒険者に対しての依頼を出すときは礼もくれるっていうね、あのコイン亭亭主の人の良さが出てますね。はい、悪いな。あ、一応言っとくが、手紙の中身は読むなよ手紙の中身を読むなよ系のクエストもありましたね、そういえばね、はい、まあ風呂を施してあるから見ようと言っても無理な話だかな。そうですね、開けちゃうとねバレちゃうんでね、うん、ね、そういうそのなんだろう、中身 の, あの盗み見防止でそもそも風呂というものはあの押されていたみたいなのをちょっと読んだことがあるんで、はい、じゃあ無理ですね。あの、まあ、もともと読む気はないんですけど、はい、率直にすぐ渡してきましょう。うん、わしらは見くびりではないわ。依頼品には手を出さぬのが冒険者の矜持よ。そうなんだ。終わったら港の埠頭に来てくれ。港？コイン亭じゃダメなんだ。はい、わかりました。そこで話そう。はい。埠頭、なぜそんな場所に？詮索は、あ、そうですね。詮索はしないと。はい。無用じゃったな。わかっておる。では下僕よ、血と面倒者が行くとするか。亭主からたんまり礼をぶんどるためにもな。いや、面倒って言っても、でも、マップから転送するだけですからね。はい。はい。こっからね、ラルパル、ね、選んでいけばいいだけですから。ラルパルってどこだったっけ？こっちか。そうだよね。じゃあ、サクッと飛んでしまいましょう。はい。ということで、本当に一瞬で着きましたけどもね。ね、コイン亭も転送陣使えばいいんじゃない？コイン亭亭主もね。使えないんですかね。はい。我々、冒険者しか使えないとか、なんかそういう縛りあんのかな？ね、使えばすぐだったと思うんですけどね。まあいいや、やっていきましょう。すみません、お兄さんはコイン亭の亭主さんをご存知ですか？はい。何か？コインの裏側からのお届け物です。お、冒険者さんも真剣な顔になったな。なるほど、君たちが代役か、心得た。つなぎの者が来られなくなってしまって困っていたんだ。ほう。それなら直接取りに行けばいいのに。そうだよね、この人冒険者なんだったら少なくともこの人は転送できるもんね。ね、転移できるからさ、この人が取りに行けば早かったんじゃない残念ながらそれができない理由がある。ほう。まあいろいろと事情があってな。亭主には飯がまずくなった。亭主の味が恋しいと伝えてくれ。頼んだぞ。お、うん、はい。しかし亭主が信頼するのがこんなデコボココンビとは。デコボコしてないだろう。身長ほぼ一緒じゃないか。ねえ、めちゃめちゃ綺麗にフラットですけど、何が見えてるんですかね。今何か言ったかな。おっと、いや失礼した。では私はこれで。めちゃくちゃフラットですけどね。よし、あとは亭主に伝言を伝えるだけじゃな。しかし亭主のやつめ、無駄に脅かしようって。何も危険なことなどな。貴様何者だ？お、襲撃が。今の先ほどの冒険者の声じゃぞ。行ってみよう。行ってみようぞ。急げ、下僕。はい。了解です。なんだなんだ。はい。じゃあ、向かうか。向かうかって言ってこの先だな。ちょっとすぐ行きましょうか。ほい。なんだ？なんか盗賊みたいな奴らがいたりすんのかな。君たち来てくれたのか。いや、しかしダメだ。早くここから離れて。いた。おい、お主怪我をしておるではないか。誰かにやられたのか。なんすかね。あ、君たちが来てくれたおかげで引いたが、まだこの周辺に潜んでいる。あれはおそらく。観念しろ。お、なんかめちゃくちゃいい声の襲撃者が来たっぽいですけど。死にたくなければ素直に従い、さもないと、友人の二の舞になるぞ。おりゃ、どこじゃ、どこにいる。そうか、こいつがつなぎを。そこのジョーちゃんと冒険者は巻き込まれたくなかったらおとなしく去るんだな。無関係の奴らを殺すほど俺は非道じゃない。殺しまで手をかけようとしてるんですね。なるほどな。奴は君たちが手紙を持ってきたことは知らないようだ。これは都合がいい。君たちは逃げろ。ここは私が何とかする。その怪我では無理じゃ。
ここは任せてくれ。お、やっぱかっこいいよな。その自信がどこから来ているのか、まあこれまでの経験で培ったものがあるんですかね。やってやろうぜ、みはるくん。しかし、安心せえ、わしの下僕はちと強いぞ。まあちょっとだけね、ちょっとだけね。すまない、オンに切る。よし、行くぞ下僕。はい。じゃあサクッと倒してやりますか。どういう敵なのかわかりませんけれども。クエストアップデート。うん、こっからここに移動。はい。まあ、やりましょう。ああ、なるほどね。こういうクエストになるのね。コインテーテーションの秘密、クリア条件、すべてのエネミーを飛ばすよ。はい。まあ、倒せばいいんですね。はい。まあ、レベルは全然21なので、昔出たね、クエストですから、まあ、サクッと倒してやりますか。よいしょ、じゃあやっていくか。敵は3体ですかね。まあ、さすがに、いつもね、戦闘はなんとなくカットしてますけど、今回はカットしなくてもいけるんじゃないか。ちょっとなんか画面近いな。ちょっと離れすぎ。よし。とりあえず弓からね、倒していきつつ、見て。ああ、意外と食らっている。意外と食らっている。やべ、意外と食らっている。意外と食らっている。あ、ちょっと待って。てか、回復薬とか何も使えないじゃん。ちょっと待って、見てなかった。それ見てなかったわ。やばいかもしれん。やばいかもしれん。よいしょ、スタミナもねえ。よいしょよいしょ、じゃとりあえずこいつから。よいしょ、ギリギリの戦いをしています。あぶねえ。あ、まだいる。まだ終わってなかった。まずい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 、助けてください。よいしょ、死んじゃう死んじゃう死んじゃいます。ああ、ちょ、油断しましたね。ちょっとさっさと倒していきましょう。はい、倒せましたよ、ということで、死んじゃったな。弱。いやー、ちょっと油断したわ。はい、全然アイテムとか見てなかったもんね。はい。まあまあまあ、言い訳ですけどね。レベルシンクされてるんで、はい。一応ね、いい戦いになるように調整はされた上で、まあ一回死んでますから。まあ一回死なないよな。まあすいません。はい。ゲームの腕は相変わらずということで。まあ倒せたのでいいでしょう。よし、倒したぞ。君たちすごいな。まあ一回死にましたけどね。下僕の手にかかれば、あの程度の輩など、まあ一回死にましたけどね。油断大敵じゃな。まだ仲間がいるやもしれん。この場を離れるぞ。はい。またちょっと移動かな。っていうか、あの冒険者さんにそもそも手紙を渡さなくていいのっていう疑問はあるんですけれど、まあいいのかな。渡してないんだよね、きっとね。渡してる素振りはなかったような気がするんだけど、渡したのかな。まあいいか、やるか。はい。君たちのおかげで、勝ったよ。助かったよ、ですかね。誤字があります。運営さん本当にありがとう。うん、亭主がわしらを信頼するわけが分かったか。あ、脱帽だ。私よりもよほど腕が立つ。まあ、一回死にましたけどね。何回も言わせんな。それに口の硬さもな。そう言われてはなぜ狙われたのか、あの手紙が何なのかをお主に聞くわけにもいかんの。布石を打たれましたね。先手をね。持っていかれましたけどね。物分かりの良さも信頼に至るところだな。よし、手当てはこれで十分だ。そろそろ出発しなくては。大丈夫か？また襲われたりはしないのか？先ほどは不意打ちされたが、もう敵の手の内は分かった。二度と遅れは取らない。そうか、分かった。まあ、気をつけて、ね、行っていただければ、どこに行くのか分かりませんけれどもね。はい。君は強いだ。勇猛を誇るバーンハルト公国騎士団といい勝負をするかもしれない。あ、バーンハルト公国騎士団ね。どっかでなんか戦ったりとか、あのね、騎士団長さんとかとね、そういう機会とかもあったりするのかな。その力はどうか正しきことに使ってくれ。では今度こそ私はこれで亭主への伝言よろしく頼む。もう忘れちゃったよ。なんて言ってたっけ。なんだ。任せておけ。なんか微妙な長さのあるセンテンスだったような気はするんですけど。そういえば君は最初と口調がだいぶ違うが、それが、あ、まあそこは突っ込まないでいただければね、いいかな。
それじゃ、それじゃ冒険者のお兄さん気をつけてね。私もそれなりに物分かりがいいので聞かなかったことにしよう。では。そのキャラ付け意味ある?フェステ様。前々からちょっとだけ思ってたんだけど、うん、まあね、あの素の人格の方が私が好きっていうのはもちろんあるんですけれど、まあまあいいか。はい、じゃあコイン停停止さんのところに戻りましょう。はい、ということで、港までやってきました。ゲーム中でというかゲーム実況中で港にやってくるの初めてかな、ね、結構立派なね、こうでっかい橋とかもしっかりかかってるしね、あの船とかもあるしさ、立派な港なんだよね。うん、実はこのゲームね、あのなんか釣りとかもね、あのできたりするので、一回なんかのクエストの時に釣りやったんですけど、はい、まあまあ暇な方はというか釣りが好きな方はそういうね、楽しみもあっていいんじゃないかなと思いますけれども、さあやってきましたよ。亭主ワット、お無事に戻ってきたようだな。はい、飯がまずくなった、亭主の味が恋しいだそうだじゃん。あ、そうだそうだ。あ、そうだそうでしたね。それが伝言か。なるほど、苦労しているみたいだな。さて、何はともあれ礼じゃ礼。それとお主、無事に依頼を達成したら詳細を話すと言っておった気がするが。そうですね、ちょっとどういうことなのか結局何も分かってないんで、説明していただけると大変嬉しいんですけれど。ああ、そうだったか。それなら礼と理由どちらがいい。なんじゃそれ、ずるいぞ。冗談だよ冗談。礼も払うし詳細も話す。はい、まああれだ、俺もここを経営するためにいろいろと取引をしていてな。はい、あれは商売敵に知られちゃまずい手紙だったんだ。あー、なるほどね。それは人死にが出るような内容なのか。まあそう、まあそういう内容だ。つなぎのやつにはかわいそうなことしたな。この世界はきれい事だけじゃ渡っていけないってことを覚えておいてくれ。なるほどね。さあ礼を払おう。そのでその金は借金の返済金として回収させてもらおう。いやー、まあ妥当な処理だと思います。はい、はい、あ、なんじゃそれ、この人手なし。いや、妥当じゃないかな、ちょっとさすがに妥当だと思いますね。はい。言っただろ、綺麗事だけじゃ渡っていけないってさ。いや、いいね、この夕日に向かう男の背中、いいじゃないですか。まあコイン邸に戻って飯でも食ってけ。それが賃金とでも思えばいい。むきー悔しい。だが飯はいただくぞ。いやー、ご飯をおごってくれるだけでもありがたいと思うけどな。ね。お前らが思うよりもっと世界は汚いんだよ。なんか言ったか?汚い食べ方はするなよと言ったんだ。さあ帰ろう。なんだろう、このね、陰ながら守ってくれている大人の、なんか貫禄というか、ね。いやー、いいエピソードだったんじゃないでしょうか。はい、じゃあコイン停停止の秘密完了ということでね。はい、まあ今後もね、こんな感じで、あ、クエストをクリアしまして、しかもね、レベルも上がりましたね。はい、クラスレベルアップということで、まあまあ良かったかな。はい、ということで、今回はね、ここで終わりたいと思います。次回からはですね、まあ一応ちょっとレベル的に足りないだろうなとは思っているんですけれど、まあ一応ね、前回のメインストーリーの最後のクエスト、まあレベル30がね推奨だったんですけど、なんか倒せてしまったので、一旦このままメインストーリー進めようかなと思っています。で、やってみて、あ、どうしてもこのね、クエストはもうレベル上げしないと進めないなとか、まあそもそもレベル制限があってレベル上げしないと入れないとかね、なんかそういったものがあれば別ですけれど、はい、一旦メインストーリー進めようと思っています。はい、ではまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。